皆さんこんにちは、ガガの高志です。あのコメントで初めて私の見た人がね、ずっとガガの、私はガガの高橋ですって言ってるじゃないですか。それはそうですよね。ガガってそも知らないし、だから初めて聞いたりするとガガの高橋に、めっちゃおもろいわと思って。使おうかな、これ。ガガの高橋です。それはそうと、慶応さんの EX NEXT。こちらの実装テストを今から行っていきたいなと思います。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。ガガの高橋です。先日こちらの箱開け動画ね、この製品のクオリティとかですね、この触ったフィーリングとかですね、お伝えしましたけど、いよいよ今日は実装テストをしていこうかなと思うんですが、ちょっと皆様にねご報告があって。まあ、私ね、ほら知っての通りダメ人間ですから、このプロポね、この EX NEXT の本来の性能を知りたいなというのに、同じメーカーの作ったサーボって使いたいですよね。使いたくなりますよね、やっぱりね。なので申し訳ありません。じゃーん、グラスファー2ですね、 BSX4S1.10。 めっちゃ長いんだけど。BSX4S1.10 めっちゃ長い、覚えれないから、もうこんな年になると。グラスファー2ですわ、なんせね。こちらをね入手したんで、まずね私の MSX ですね、これにこれでテストしようと思うんですが、本当はね、本当はですよ、これに慶応のレシーバーを乗っけて、パパッと差し替えてプロポ変えて、それでピュッと走ろう、それでその3話、私が使ってた、ね、3話 M17 との比較というのをやろうと思っていたんですが、私実はこの動画を撮る前にですね、この今履いているのがタミヤさんのね新しいタイヤなんですけど、これのテストで今さんざっぱら走ったんで、もう体覚えてますし、まあ、普段からよく使って覚えてますんで、まあ、そういった意味では、まあ、割と私なりには違いとか変化なんか感じ取った上でお伝えできるかなと思ったので、それはやめました。なので今私この MSX にサーボがですね、ハイテクさんのなんとか777っていうロープロのすごいハイエンドサーボが乗ってるんですね。なのでとりあえず同じサーボで今これねテストしたら、これこそサーボを変えないから本当にフィーリングが逆に分かりやすいなと思って、これは都合いいなと思って、まず今からこの後にですね慶応さんの受信機を積み替えて、それで実装テストしたいと思います。それ終わった後ですね、いよいよこのグラスファー2 こちらをですね積み替えて、最終的にどんなフィーリングか、このプロポどうなんだっていうのをねお伝えしたいなと思います。じゃあこちらですね、今この受信機を乗っける前に、この間箱開けの時に入っていたんですけど、慶応さんのですねご使用になる前にボリュームインフォメーション設定を行ってください。これ何、多分ね、多分っていうか、まあ間違いないんだけど、要は最初にニュートラルを出しましょうってことですね。これ各社のミドルクラス以上のプロポにもついてるんですけど、どうしてもこのメーターがですね、これ読み取る部分がですね、使っていく中でずれていったりするのをこう補正する機能があって、でこれ一番最初にやれっていうのは、多分その、まあ、仕組みはよく分かんないんだけど、ものすごく繊細で反応がいいっていうことなのかなと思うんですよね。もしくはその接点じゃなくて 無接点をもしかしたら使っている。だからセンターをとにかくまず買ったらね、個体差もあるので、しっかりと出してからやってくださいねってことだと思いますね。詳しくはねこちら取扱説明書、見てくださいっていうふうに書いてあるんですけど、これ多分定期的にやらないとダメ系かもしれないですね。まあいずれにしてもこのメーター関係の狂いっていうのは定期的にやるべきものではあるので、これだけご注意くださいね。じゃあこれちょっとやっていきましょうか。まずファンクション開いて、システムですね、システムのボリュームインフォメーション、これだ、 VR インフォですね、これを押してもらって、はっはっ、 OK イエスってなったから押せばいいのかな。あ、スロットルもやるんだ、ごめんなさい、スロットルも、あ、動きましたね、スッチャー液晶消えちゃったけど、こういう風にこれでイエスでエンター、あ、こんだけですね。あ、超簡単、超簡単です。で、私ね、一応ちょっとだけ私好みにここの
レバーの角度ですね、ちょっと幅とか角度とか変えさせてもらいました。これいい機能ですよね、うん、じゃあ早速一旦電源を切ってですね、早速ちょっと積んでいきましょうか。おお、ちっちゃいですな。ほほー、なるほど。だいたい面積は同じぐらいじゃないですか、この裏面のね面積ぐらいは。こっちの方が幅が広くてこっちの方が細いんですよね。その分上に伸びてるんで面積としては一緒ですね。これ細い分ね、乗っけやすい。これはいいですね。乗っけやすい感じがします。ペアリングはされてるのかな？ちょっと入れてみようか。電源オン。そして電源オン。あ、されてませんね。慶応さんの場合、これを上にやりながら電源入れるんでしたね。で、ここで電源押しながら、押しながら入れる。で、一回切って、あ、来ました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 。はい、じゃあタミヤのアンプの、うん、OK です。これで行きました。そしてステアリング、おお、めっちゃ、なんでこれ運よくセンター出てるな。マジ本当に必要ないぐらいじゃないこれ。やばこんなこともあるのすげえ。あ、ちょっとずれてるかな。サブトリも触りましょう。ほとんど触らずに 2とか3ずらしたらね、ぴったりのとこ来ました。こういう時はね、ワイパーで私は見てます。こっちじゃなくてね、ワイパーがちゃんとまっすぐ行けば合うはずなんでね。これで OK。一回戻って、あとエンドポイントですね。これね、KO さんの最高のいいところがここにあるんですよ。これね。いや、多分そうだと思うんですよ。今からやりますけど。これハンドル右切りながら、この上のトリムのやつですね、例えば右の方やっていくと、これでエンドポイントが出るんですよ。確か、ちょっとやってみますよ。ほらほらほら、これね、KO さんのいいところなんですよ。なんでこの仕組みを他のメーカーが真似できないのかな、しちゃいけないのかな尺でやらないのか、やるとなんかあれなのかなんかあるんでしょうね。これ KO、 あら、やべ、なんかめっちゃレスポンスいい気がするんだけど、気のせいかなこれあれあれ、これモードはなんだっけ、これ確かファンクションだよね。レスポンスモード、今とりあえずアドバンスモードになってるのね。あ、とりあえず両方アドバンスやってみようか、動かしてみようか。あら、まあ、あっという間にできちゃったよ。うんうん、OK。 今設定、あっという間にできちゃいました。簡単でした。これができたので、あのね、ちょっとまだ今から走るあれなんだけど、あのね、反応めっちゃ早いかもしれない。これだってあれでしょ？これなんで、レスポンス、アドバンスだったけど、これ、あれだね、アドバンスでも、あれだね、使えるんだね、このハイテクのサーボはね。例えば、3話3にしても2話3にしても一番上位のレスポンスモードってもう自分のところの対応したサーボしか使えないんですよね。これなんか他にもあんのかな、それ私分かってないだけかな。でもレスポンスアドバンスだよね、これ一番、やっぱアドバンスが一番上だね。ちょっと走って、とにかく走ってみよう。じゃあ私と GoPro ちゃんで行こうかな。 GoPro ちゃん必要ある？別に走り、まあいいか。そうだ、マイク代わりだね、うん、マイク代わりだ、うん。実はね、KO さんのステアリングのフィーリングの動き自体はね、私すごく馴染みあるんですよ。まあお客さんのもね、よくやらせてもらうし、やっぱね、一番私興味深いのはね、スロットルがどうかってことなんですよね。スロットルのフィーリングが私の好みに合うかといった感じでしょうかね。これ好みのね、話しちゃいけないのかもしれないけど、やっぱ好み大事ですからね。ステアリングはね、すっごい KO さんの詰まってる感じがするんですよね。ちょっとやってみましょう、とりあえず。あれ？あれ？なんかいいかも、いいかもしんない、いいかもしんない、これ。あれ？
れスロットルの月は、まあ、正直言うとね、あのね、これ今タミヤの TB04SR ってアンプつけてるの、あれ下すごいたるいんですけど、レスポンスいい、あの、ね、ステアリングもめっちゃスムーズ。いや、またなんかあんま言うとね、こう忖度してる思われるの嫌だな。ちょっとちょっとね、レスポンス変えてみるわ。今ちょっとタイヤがちょっと甘めなんで、アドバンスでも私違和感なくできましたが、もう一気にノーマルやっちゃいます。これで変わるんだよね多分ね。うわべ、めっちゃ落ちたレスポンスやべやべ、めっちゃ落ちた、レスポンスめっちゃ落ちためっちゃ落ちたわこれちょっとハイぐらいに、ハイぐらいにしてみようか。おー、はい、いいね、はい、でもだいぶいいね。レスポンスノーマルはちょっとだいぶ落ちたわ。あー、なるほど、これね、このくらいの方がいいっていう人多いね。あと、もしくはね、すっごい超ハイグリップで動きやすい時にこのハイぐらいはね、すごいいいかもしんない。うん、でアドバンスに、アドバンスにしよう。アドバンス、おお動くおお動く動くめっちゃ動く、おお、めっちゃ動く。あら、あのね、いいよこれおお、あのね、ちょっとまあ感想はまた後にしますが、とりあえずその 3話M17 と同じ条件、サーボは一緒というね、条件の中で、悪くない、悪くないよこれ悪くないよこれ、あ、全然いけるよこれ生きるとは言ったら失礼だよね、ケオさんね。スロットルのフィーリングもね、すごくついてきます、指に。うん、サーボ積み替えよね、サーボ積み替えよ、うん、これちょっと楽しみなんだ、これが、これが楽しみなんだわはい、そしてな、グラスファーオープンうん、おお、かっこいい。コードがね、真っ黒、質量がありますね。綺麗な削り出すケースに入ってますね。実はね、これ知ってます？私ね、すごいケオさんのね、やるなというのを見つけたんです。これがね、実はじゃんこれで、ね、これ買ったんですよ。これ何かっていうと、リバースボトムケースっていう、リバースボトムケース。これね、ほら、例えば今サーボね、これは今このままいけちゃうんですけど、これね、反対側出したい時ってあるんですよ、結構あるんですよね。ああ、もう反対だったらよかったのに。これをもう、なんとね、構造上これをつけることによって反対側に持っていくことができるんですね。まあ、それもできるんですけど、あのサーボってね、熱を持つんですよ。あまりね、こう競技やったことない方だと、えって思うかもしれないですけど、実は熱持って、サーボの熱だれとかも実は起きてくるんですよね。サーボ効かなくなってきたみたいな、熱だわみたいな。だからハイエンドサーボってなると、特にね、負荷かかったりすると熱持ちやすいんですが、これアルミ製にすることでさらに放熱性も上がるといったものなので、もちろん私は物欲にまみれた男ですからもちろん、ね、こうですね。これは反対側から出す必要ないよね。はい、装着。じゃあこれ、とりあえずセンタリングは後でいいか、先に付け替えちゃいましょう。まあ、ちょっとね、あの、余談なんですけど、初心者さんはあんまりこのね、センタリング出るビスあるんですけど、このアルミケースのサーボの場合ですね、この段付きのセンタリングを出すためのこのビスあるんですけど、これアルミケースでこれ使っちゃうと結構危険なので、多少逃げを作るっていうのありかもしれないです。まあ、ちょっと余計なお世話かもしれませんが、一応ちょっとね、もしこれで困るようなことがあったら、あ、そういえば高橋なんかこんなこと言ってたなって、ちょっと思い出してみてください。
動いた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 。レスポンスセット HCS これ大丈夫なんですかこれ。そしてこれモデル1にしておけばこれ1番ってことでいいのかな。例えばモデル2にすると、ああ変わるんだね。すげえ。でどこでやろう。とりあえずカーペットコースミドルグリップアスファルトコース向け。まあこれいやちょっとやりながら試そう後でね。面白いなこれ。あ、簡単でいいじゃない。しかも設定ある程度あるのがいいよね。レスポンスをアドバンスのまんまいろいろ試して最後にもう一回レスポンスを変えたりしようかね。はい、軽くで申し訳ないですがこれで行かせてもらいますね。よし、じゃあこの人類史上最速の力というのを見せてもらおうじゃないか最速でしょこれレスポンス。そんなおっさんに運転できるのかなとは思うんですけどね。何やらこのあのハイレスポンスのやつってこれ KO だけじゃないんですけど、これジリジリとかね、これね本当になんか爆発直前みたいな状態でチュー溜まってるんですよね。ここは本当そうなんですよ。だからこのジリジリという音、壊れてるわけではないので、まあ、壊れてる時は壊れてる音がちょっとするんですけど、基本的にこれ壊れてるわけじゃないので安心してください。これやばいねこれ。まず3番だよね私ね、はい、3番でスタートします。このインターフェースもね、 UI もね分かりやすいですよ本当。ちょっとね気温冷えてきたからミディアムタイヤでもいいかなと思ったんだけど、まあこのまま行っちゃいますね。変わるといけないから。じゃあとりあえずグラファー2をつけてプリセットの3番ですね。アドバンスモードでやってます。いきますよ。あ、ちょっとトリムだけ見よう。こんなもんかな。よし、じゃあいきますよ。んちょっとふわふわ感があるかな。じゃあちょっとこれで試しにプリセットを1番に戻してみます。1番にしました。おお、おお、うん、ハンドルのダイレクト感がありますね。私は1番の方がいいですねこれ。おお、これが いわゆる、まあ、ちょっとねプログラムの差はあれど基本的には先ほどのハイテックのサーボから、まあ、このサーボのスタンダード状態に変えた感じなんですね。ほん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 。悪くないですな、悪くないです。じゃあこれちょっとアドバンスをちょっとハイにしましょう、はい、さっきねハイが結構良かった。うん、そうだね、あのねおじさんにはねハイぐらいがいいわお、あのねちょうどいい、ちょうどいいです。すごくあのね助かります。あー、いいですね、寄せれますね。もう一回ちょっとあれをせっかくだから3番もう一回やってみよう。これでああなんかちょっとやっぱり動きちょっとねあのニュートラルなんか初期がふわふわピクピクしちゃってこう逆にふわふわに感じちゃうのかな。なるほど、面白いじゃないですか。これいいじゃないですかこれこれいいじゃないですかこれもう一回戻そうか。もう一回やるわ、もう一回安心の1番でいくわ。1番。おお、あららららら、いいじゃないの。うん、戻ろう。はい、戻ってました。ちょっとね感想を述べますね。もういいも悪いも全て正直に話しますわ。あのですね、とりあえずね最初サーボをこのまんまでねプロポタック変えたじゃないですか。
あのこのサーブね、やっぱりこれちょっと慶応さんのレビューしてて申し訳ないんだけど、この入ってくるこのサーブやっぱり優秀なんですよね。でもなこの慶応さんのこれすごいのって、アドバンスのあのレスポンスモードがこの他社のもので使えるって心が広いですよね。まあ制御は優秀なのか、それを踏まえても結局3話から3話の時ってあの SSR 以上 SSR とか SUR って使えなかったんですよね。だけどこれレスポンスが高いものでも使えるのもあってすごい良かった。ステアリングですね、これなんだろう、多分前のと比べてバネが変わったのかなんか分かんないんですけど、 KO さんのやつ私借りたりするともうなんか詰まりすぎてて動きすぎるな、ピクピクするなっていう実はイメージが印象があったんですが、それがね緩和されたというか、あのレスポンスモードを落としたり、あとこのグラスファー2ですね、先ほどのね、あれを変えて設定を変えたりすることによってそのあたりは全然解消できました。まあ、詰まるところフィーリングに関してはもうズバリ言いますが、文句つけようがないです。はい、文句つけようがないです。で、私が感じたこの違和感は実はあります。違和感はですね、まあ、これもうねハード的なものなんですけど、もうグリップの持った感じですね。あのね、重心がちょっと高いんですね。ここに今3話があるんですけど、アマさんのこの重心がねすごい低いんで、こう持った感じあのねすごいしっくりくるんですよ。これね慣れだとは思うんですよ、うん、まあ、慣れだとは思うんですが、やはりこの重心にこれ慣れた私にとって言うと頭が高くてこうフラフラするこんな感じがやっぱありますね。あとここですね、この部分、ここのほらなんだろう、サンマさんってこう深いんですけど L 字が、ケオさんちょっとしかないんですよね。これがもうあと 2センチ伸びてたら、これちょっとねこれ映るかな、ちょっと変えるか、ちょっとこう肉入ってるでしょ、これだから作ればいいのかな、これにこう入る感じがですねちょっと違和感はある。サンマさんだとこうめり込む感じないんですけど、ケオさんだとこれただの慣れだとは思うんですけど、ちょっと違和感があるかなと。ただ大勢の方がおそらく、まあ、持ったフィーリングとして感じとしては3話の方がなんか重心低くて持ちやすくていいねっていう方は多いんじゃないかなっていうのは正直な、印象です。この辺は慣れでね、あの問題なく解消できるとしてですね、このフィーリングですね、フィーリングに関してはあのねこれね、もう私なんかが言っちゃっていいのか分かんないけど、かなり今長く続いた3話3対等の時代、ついにね KO さんがその市場をね食っていけるんじゃないかなと思いましたよ。っていうのは性能的に遜色なくて、それでいて値段が安い、2万円ぐらい安いですからね。この今の3話対等だった勢力図っていうのがこれ変わっていくんじゃないかなとちょっと感じた一品でした、これは。で、本当スロットルステアリングのフィーリングともに、基本的には文句がありません、はい、ということで、このタミヤ、これからちょっとねタミヤ系にはこれ使っていこうかな。私3大メーカー全部持ってるんで、ちょっと使い分けを、プロポを入れ替えるっていうのはこの受信機入れ替えとの戦いでもあるのでいくらこうラジコンやってるとはいえですね、これだけの、ね、量がある、もう見ての通りね、ラジコン20台とかあるんで、そんなねそう簡単に入れ替えられないんで、うまく使い分けしていきたいなとこれまあ使いながら、まあ、私の動画なんかにもねどんどん登場してもらうと思いますけど、また使いながら気になったことあったらご報告随時していきます。それではですね、今日の動画参考になったと思っていただけましたら高評価をお願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あとですね、レディオガガのウェブショップがございます。もしよろしければご興味ありましたら概要欄からぜひ覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。